今回訪れたのは横浜市緑区神奈川区江北区鶴見区の心霊スポットそれでは行ってみよう目、四季の森。ここの噂としてはこの公園では地代丸した人が多数いると言われており自社の霊が夜な夜な現れるらしいまた真偽の程は不明だが昔乱暴されて 発狂した女性がトイレで自死したため、園内の公衆トイレで女性の霊が出るという噂がある。4年くらい前に四季の森に友達と行ったんだ。駅から見て勝負園の突き当たり、木の端当たりで白いヤックを見たよ。それ以降、怖くて昼ですら言ってねえよ。四季の森ってそんなやばいの 前に血まみれの男見立って書いたんたが本物な気がしてきた。徒歩で行けるから暇があったら突撃してくる。四季の森、プロムナード付近で夜中に子供の霊を見ました。無邪気に遊んでましたよ。四季の森周辺は怖いね。夜なんか駐車場の真ん中でずっと上を向いてたたずんでる。子供を見たし、 四季の森公園なんかじゃ昔襲われて地白丸した女の人が出るって聞いたし中黒あから配達行きたくねからから実は四季の森で俺は何も見なかったが俺より少し前に行った奴らが入り口入って左の道進んだところにあるトイレあたりで白い影のようなものを見て 一目散で帰ってきたって言ってたそれではご覧ください 二か目、横浜にある無縁仏の墓こちらは全国心霊マップ様のサイト以外では見当たりませんでしたのでタイトルはそのまま拝借させていただきました見たところによると一般的に見られるお墓の後ろの方に無縁仏と,と思われるお墓がありましたここの噂としてはあまり情報はないが地元の人からは「やばい墓地だ」と言われている。 サンワタクシー心霊ツアーでも紹介されているので心霊スポットなのは間違いないようだそれではご覧ください <noise> 三所目神朝尾道路の立教かここの噂としては立教の下に細い路地あたりは処刑場だった近くには慰霊碑みたいなのがある主な心霊現象は深夜になるとうめき声が聞こえるそれではご覧ください 4か目小机ここの噂としては戦国時代初期山内上杉下に家督争いが起きそれぞれを支持する矢野兵庫之助と太田道還が小机城で激突2年後この合戦は太田市の勝利で終わり敵兵は処刑され太田氏側もかなりの戦死者を出したようです。 そのような血塗られた歴史のある城司ですが、現れる幽霊は猫を抱いた、女性など現代的な幽霊が多いようです。どうやらこの城司は霊を呼び寄せる霊道のような場所にあるようです。ここに関しての探索レポートが全国心霊マップ様のサイトに記載されていましたので、それも合わせてご紹介させていただきます。2019年1月18日の 早朝4時頃夜勤が早く終わり小机城市付近で暗い夜道を歩いていた時のことです広北ジャンクションを正面に見て右手側は工事中の歩道を歩いていてふと広北ジャンクションを写真に何枚か撮りました家に帰り撮影した写真を見ると何もなかった歩道に何やら人影のようなものが写っていました 拡大すると片膝立てて座っている武士のようなものがこちらを睨んでいるのですそしてそのすぐ横に女性が向こうを向いて座っているのです後で調べると小机の合戦でたくさんの人々が亡くなっている場所とあってぞっと寒気がしてきました確かに歩道には誰もいなく置いてあるものも何もなかったです しかも私はその霊たちの間を通ってジャンクションの方に行ったのです深夜このあたりは確かに不気味です霊が方向ってる気配がすごいします噂は本当なのか調査してきました。 5大倉山公園。ここの噂としては二月から三月の梅の見頃には多くの観光客でにぎわう場所なのだが道を少し外れた奥の林で過去に何人もの方が首吊りじ白丸をしているのだというこのため公園内に女性の霊が出るという噂があるはっきりとした場所はわからないが梅林の奥の方に。 木々に混じって梅が数本だけポツンと立っている場所があるそうだそしてそこに女性の霊が立っているとらしいその霊は白っぽい服を着た比較的赤い女性で何をするわけでもなく梅の木の根っこあたりをじっと見ているという「大倉山記念館屋の大きな木でじ丸があったって聞いた」。 ああいうところは自丸派昔から多そうだけど、ちなみに冬で、が、まあ、結構出るらしい、母情報。大倉山記念館って知ってるあそこのすぐ近くに公衆電話があるんだけど、その付近がガチでやばい、白い、何かをよく見かけるんだがアンダーバー。それではご覧ください。 六目高道ここの噂としては以前この橋から鶴見川に見投げした人がいるらしくおそらく自死したと思われる女性の例が出るという噂がある2012年頃までは橋の欄干に花が備えられていたそうだまたこの橋と下流にある末吉橋の間の土手に 昔は無縁仏の図鑑があったという話もあり、その関係で、霊が出るとも言われている。ここは私が尊敬する心霊 YouTuber である、たらしめんさんが訪れていたところですので、前から行きたい場所でもありました。それではご覧ください。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお待ちしております。